チザチャリ旅スタートしました。今日も馬グルメを求めて早速出発したいと思います。行きましょう。ちょっと近くに銭湯があるみたいなんで寄っていきたいと思います。八幡湯行ってみたいと思います。代々木八幡湯の近くにある八幡湯です。八幡湯めちゃくちゃ良かったです。古き良き銭湯って感じです。内装もすごい綺麗でした。富士山の絵が描かれてます。めちゃくちゃリフレッシュできました。ぜひ代々木八幡駅の近くに八幡湯あるんで来てみてください。チャリ旅、いいところを見つけました。早速突撃したいと思います。すみません、DJ チャリというものなんですけど、はい、電車でご飯屋さんを巡っていて、はい、自分がご飯食べてるとこを映像で撮っても大丈夫ですか？あ、わかりました、はい、よろしくお願いします。あ、はい、ありがとうございます。 OK が出ました。今日は渋谷富ヶ谷にある麺うらうらです。はい、すみません、ありがとうございます。全部のせ醤油つけ麺です。いただきます。麺は厚盛り中太麺。うーん、おいしい。スープは濃厚魚介醤油スープ。麺との相性バッチリです。スープもいい濃さしてます。そしてシャキシャキのメンマがたくさん入ってます。見てください、チャーシュー。うん、柔らかい。全部のせということで味玉も入ってます。ラーメンに味玉は欠かせないですね。そしてサービスライス、ここに味玉、メンマ、チャーシュー、海苔を乗せていただきます。たまりません。さらにスープかけちゃいます。最高ですね。美味しいに決まってます。サービスライスがこうやってついてくるのはとても嬉しいです。ラストスパート、結構麺の量もあります。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。 DJ チャリと言います。よろしくお願いします。すいません、ありがとう。あ、 YouTube でチャリ旅ってやってもらえれば出てきます。あ、わかりました。お願いします。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。チャリ旅、麺うらうらのつけ麺めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ渋谷と三重に来たらやってみてください。今日も皆さんチャリ旅ご視聴ありがとうございます。次回もお楽しみに。じゃあね。